準備完了。スタートしました。ダッシュがつかないのは13番ダックビーナス、後ろからになりました。注目の先行争い、内から3番のシゲルカが並んで、7番コーリンベリーと12番の統計タイガー、前3頭広がって、その後ろに6番の西剣モノノフ、前3頭追っていきます。5番手集団に2番の里のタイガー、11番のスワデラ、この圏内に14番のブルドックボス、間からは4番のショコラブランが行きました。あとは9番北三三日月、10番のドリームバレンチの後ろは離れて15番の丸森ロイヤル、それから13番のナックビーナス、後方5番手まで押し上げました。離れて5番のカリスマサンスカイ、1番のランドマーキュリー、さらには16番のミッキーヘネシー、しんがりが8番のメジャーアスリート、前のグループは固まりました。4コーナーカーブに入っていきます。シゲルカがリードがなくなって並んでくる7番コーリンベリー、その外からブルドックボス、さらには統計タイガーやってきた直線コース、外から一気に14番のブルドックボスが先頭に変わった。食い下がってコーリンベリー2番手、間からショコラブラン、間からショコラブラン、さらにはドリームバレンチの北三三日月追い込んで、あと150メートル、最内は6番の西剣モノノフ、先頭はブルドックボス、外から北三三日月、北三三日月、内からはショコラブラン、西剣モノノフ、外から北三三日月、ゴリ北三三日月、14番ブルドックボスとの競り合いとなりましたが、北三三日月、外から伸びてこれを制しました。重賞連勝、一気に本番に向けて主役に躍り出ました9番の北三三日月、第51回東京杯を制しました。2番手は14番のブルドックボス。人気の2頭、西剣モノノフ、ショコラブラン、内から足を伸ばしましたが、この2頭は3番手争い。6番、西剣モノノフ、4番のショコラブラン、4番、ショコラブラン、6番、西剣モノノフ。この2頭は3番手争いで接戦。後ろ、10番、ドリームバレンチの7番、コーリンベリー、12番の統計タイガー、5番手争いで固まって続いています。11レース、今日のメインレース、第51回東京杯。14番ブルドックボス抜け出して押し切ろうというところ、外から9番の北三三日月、一歩一歩力強く伸びて最後はブルドックボスを捉えました。勝ったのは9番北三三日月。前走アフターファイブスター賞に続いて重賞連勝、安城重田健一騎手です。勝ち時計1分12秒1、上がり4ハロン48秒6、3ハロン36秒9。